おし花のつくしで作ったウィキペディアのロゴ自然の花や葉等を押して平面上に乾燥させた素材をおし花と呼ぶ。小型作品ではしおり、クリスマスカード、絵はがき等、大型作品ではウェディングブーケ等がある。植物学では古くからこれが正式な標本作成の方法とされた。それについてはおしば標本を参照のこと、専門的な材料がない場合は、 古くから行われている方法で制作する。植物を採取する。花の場合は、ドライフラワーと同様に、新鮮さがある時に切り取る。分厚い本を開いて、ティッシュを敷き、植物が重ならないように配置する。植物の上にティッシュをかぶせて、本を閉じる。本の上に重しを乗せるか、ゴムなどを巻いて、圧力をかける。数日後、植物を本から取り出す。本自体は、 植物から水分を抜き取る能力はかなり低い。おし花が完成しているように見えても実際には植物の中には水分が残っている。植物を紙袋等に入れて強力乾燥剤と一緒に密閉性が高いプラスチック容器の中に入れて保存する。材料の進歩により日本では1990年あたりから本を使い乾燥させる方法は 必要がなくなり捨てれてきた。ただし、植物を平面にならす、仮押しとして、そして旅行時の応急処置としてならば、今でもこの方法は使える。お芝標本をスキャナで撮影している様子、同じようにお芝苗もスキャナで撮影できる。関連する材料の技術進歩と、その材料の使い方に進歩があっても、完成作品は劣化する。何時までも残しておきたい作品は、 性能が良いデジタルカメラ、スキャナ、パソコンを使い、画像として保存する。2000年以降は安くても、高機能な機種が販売されていることにより、自然素材を使う創作ジャンルにとっては、良い環境が整っている。紅葉は、木についている新鮮な葉を乾燥すれば変色しにくい。ただし品種によっては、ダークな色に変わることがある。紅葉は、変色しやすい。緑葉は、 どのような品種でも退職する欠点があり使いにくい。透かし葉も乾燥させる。子宮で必要な場合はアイロンをスチームなし設定で使い湿気を取る。女優の吉高由里子が雑誌企画でお芝苗に挑戦して連載史上一番難しかった惨敗だと語っている。お芝苗は見た感じは作りが簡単そうに見える。しかし実際には家材を重ねたり、 バランスよく配置することは難しく、他の文化ジャンルや職人と呼ばれる業種と同様に地道な経験が必要になってくる。こうした事情があり、各地で教室経営が成り立っている、リーフフラワーピクチャーズハウスメイクゼーム。 ad 回ランドルフ ,http コロンスラッシュスラッシュカタログ h a t h i t r u s t org スラッシュレコードスラッシュ007045911プレストフラワーピクチャーズアンドシトラススキンデッカーシャンズ d f ファンノーストランド h t t p コロンススララッシュッシュカタログ h a t h i t r u s t o r g スラッシュレコードスラッシュ009090872ジルヨシタカ保管計画双葉社 http://jill.jp コロンススララッッシシュュスラッシュバックナンバースラッシュ 1212.html ありがとうございます